りさです。よろしくお願いします。
のこと人生見つめ合ったり改めてするなんかいつもするんですけれど、東別院さん来るとそんな生きてることの大切さ、生きてること、今このことが素晴らしいっていう思いを込めて書いた曲いきたいと思います。生きてること、ここまで歩いてこなかった、こんな景色、ちょっともう一回いきますね、違うことを最後だ、でも生きてることを実感します。苦しいことも
とうございます。Thank you.
とうございます。夢ならばこのまま覚めないで、生きてること、ブルーの手紙という曲をお届けいたしました。聴いてくださって本当にありがとうございます。私はウーパーリサってカタカナで活動しておりまして、検索していただけますと X 旧 Twitter だったり、TikTok や YouTube、 いろんなサイトやっております。よかったらぜひつながっていただいて、そしてまた皆さんとお会いできること、ここの東別院さんでもまたお会いできること、すごく楽しみにしております。私は5月にライブが、5月の8日にライブがですね、5と8は麻雀でグーとパーって言うんですね。麻雀やったことないからわかんないけど、グーとパーって5と8言うみたいで、だから5月8日はウーパーの日と言わせていただいております。そんな5月8日、今年2024年5月8日にワンマンライブが決定しました。ありがとうございます。温かい拍手をありがとうございます。5月8日ウーパーの日と、ウーパーリサワンマンライブ2024、ウーパーの日だよ、ウーパーランドへ全員集合っていうタイトルになっております。今日もチケット持ってきております。今日からチケット発売します。チケットのところの会場名もミュージックファームさんという会場でやらせていただくんですけれども、ミュージックファームさんのご好意で会場名がウーパーランドって書いてくださってます。ちゃんと括弧ミュージックファームも書いてあります。よかったらぜひチケットもね、直接受け取っていただけるとすごく嬉しいですし、この日はですね、初めてギターのサポートが演奏していただけることになりました。私がいつも通っているギター教室の先生にギターサポートをお越しいただいてね、サポートしていただけますので、初めての試みで、だからこの日だけの本当にまた新しいウーパーリサの音楽が皆さんにお届けできると思います。なのでぜひめちゃめちゃかっこいいギターなので、ギター演奏してくださいますので、ぜひ本当に来ていただけると、生で聴いていただけるとすごく嬉しいです。初めてのね、新しい試み、新しい音楽をぜひ生で聴きに来てください。5月8日よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後に全力応援という応援ソングを歌って終わりにしたいと思います。皆さん今日は何曜日？金曜日？じゃあ金曜日、皆さんいろいろね、疲れも溜まっているかもしれません。この全力応援の応援ダンスをしたら、みんなでね、疲れが吹っ飛ぶような、こんなパワーがある曲です。それではみんな全力応援、声も出しながら一緒に盛り上がっていきましょう。今日はありがとうございました。ウーパーリサでした。では全力応援。Oh
お楽しみください。